改めて今日は人生の根本を持つセルフイメージということについて学んでいきます。もう、ね、結論から言っていいですか。セルフイメージが全てです。もうこれが人生の全てです。これを高く持ってる人はいい人生になるし、これを作りきれない人ははっきり言っていい人生になりにくいです。だからセルフイメージが高くない人はダメとか、ね、なんか低い人は低い人ダメとかね、高ければ OK とか、そういう話ではなくて、もっとね、ポップでキュートに考えてほしいんです。セルフイメージが高いと得をします。めちゃくちゃ得をします。人生はこれをいかに高めていくかなんですよね。ユニバーで学ぶセルフイメージにはまず2つの種類があるということをちょっと頭に入れておいてください。それはマイセルフイメージとユアセルフイメージです。一般的にね、セルフイメージ高いっていうと自分のことが好きっていうこのマイセルフのことだけを指したりするんですけど、ユニバーで両方です。自分も最高、あなたも最高って本当に言えるかどうか。で、俺はかっこいいけど、まあ、奈々ちゃんは大したことねえなと、っていうのはね、セルフイメージ高いって言わない。逆に奈々ちゃんはマジでも最高の店長とか言っても半端ねえし、もうほんとガチで尊敬だけど、俺はマジで大したことねえっていうのはセルフイメージが高いとはやっぱり言いません。両方高いことが大事です。まさに君って最高、私も最高、私は私が大好きって言うんですよ。あれ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 ですよ。あれが本当にセルフイメージが高いってことで、これがもろに本当に頭のてっぺんからつま先まで一致してる人間、稀有な存在、そういう生命体があの鴨ヶ谷セルフイメージです。頭のてっぺんからつま先まで自分のことが大好き、だからお前のことも大好きって本当に言える人、 100% 俺は俺の可能性を信じてる、だから勝ち犬の可能性も信じてるって、そのまま本当に循環してる人が鴨子さんですね。もうあんな人はあんまりいないですよ。僕はもともとコーチングの学校で教えてました、一講師として。で、その頃もセルフイメージって大事だよってことは伝えてはいたんです。で、決して別に低くはなかったと思うんですけど、これ正直に言うと鴨子さんに出会った時にマジでかと思いました。そんな人間本当にいるんだ。なかなかいないですよ、あんだけの人。頭のてっぺんからつま先まで本当に本当に本当に自分のことが好きで、自分の可能性を 100% 信じているからこそ、お前のことも頭のてっぺんからつま先まで大好きで、お前の可能性も 100% 信じてるって言える人、こんなにタイプですよね。で、さっきも言いました、自分のことは好きだけどお前は大したことねっていうのを優越って言います。で、この優越感というのは一瞬で劣等にひっくり返るということです。わかります？優越と劣等は表裏一体ですよね。例えば勝ち犬ぐらいのできる男になると、もう近々なんかベンツなんか買っちゃうわけですよ。もう乗ってる？乗ってない。まだ乗ってない。来月ぐらいベンツ買っちゃうわけですけどそうで、勝ち犬ぐらいのできる男がやっぱベンツのもう S クラスかなんか買って、もうバーンとこう、ね、ワンガンガンなんか飛ばすわけですよ。うるーっつって、で、すると軽自動車が走ってたと。ぬると勝ち犬はやっぱりちょっと内心思うわけですよ。綺麗なんだ、頑張ってね、俺ベンツだからって言ってバーンと抜いてるわけですね。まあ頑張ってねって感じだ。すると次の瞬間、ね、この勝ち犬が、の横をね、ランボルギーニがズバーンって抜いてったりすると、一生懸命働いてベンツ買ったけどやっぱりランボルギーニにはかなわないよねってなったりする。これまさに優越劣等ですね。優越劣等をね、行ったり来たりしてるだけ。だから誰かと比較して俺はすげえとか、誰かと比較して俺はダメだって言ってるうちは本当の意味でセルフイメージが高いとは言いません。まさにあれですよ、もうアナと雪の女王ですよ。ありのまま、まさに自分のことをちゃんと受け入れることができるかどうか、そしてありのままのあなたを本当に受け入れることができるかどうかということですよね。で、皆さんね、本音ベースで聞いてみようか。中ちゃん、マイセルフイメージ何点ぐらい？ 60。 ああ、60、 OK、 OK。 ユアセルフイメージ、あなた最高って言える度合いだね。多分、同じ。60、60ぐらい、 OK、OK、 OK。 いいね、いいね、 OK、 OK。 とにかくこれね、ニュアンスとしては難しいですよ。確
のね、さっきの話じゃないけど、なんか自分のことをすごく否定してきたりとか、ディスる人間を確かに心から信じるって、なかなかそれはレベル高いことではあるんだけれども、それでもなお、この人の中にもいいところがあって、僕はこの人を信じてる、この人はええ人やって、本当に思えるかどうか、これだいぶレベル高いですけどね。まあ、少なくとも、周りにいる本当に大切な人間に対しては心からの信頼を持って、その人のことを素晴らしいということができるかどうか、そして同じように自分自身に対して本当に本当に自分のことが好きで自分という存在を大切に思えるかどうか、これはナルシズムとはちょっと違います。俺ってかっこいいみたいな、でもそれは悪くないんだけど、本当のセルフイメージは別に自分の容姿とか性格だけではなくて、自分という存在をなんか大きい言い方すると、本当になんか地球の一部、宇宙の一部として大切に思えるかどうかといった、そうちょっと深い概念になりますよね。だからこそあなたも今ちょっと意地悪なところもあるかもしれないけど、なんかこう宇宙の一部、大切な一つのパーツなので、やっぱり大切な存在なんだよって心から言えるような状態、これ究極ですけどね、こういう状態のことを本当にセルフイメージが高いという、私たちはここを目指していきたいんですよね。で、例えばだけど、中ちゃんがもう何、アインシュタインもレオナルド・ダ・ヴィンチもびっくりぐらいの超絶頭脳を持ってたとしましょうよ。もう意味わからない頭脳ですよ、完全に天才なんだけど、中ちゃんが本当ダメなんだよ、ちょっと無理です、ちょっと本当に言ってください、本当僕ダメなんだよ、本当僕もう人前出たって僕迷惑かけるだけなんでいいですってなると、引きこもりになるわけですよ。わかります？どんなに能力が高くてもここが低いと引きこもりになります。あるいは超絶頭脳を持ってて自分のことは好きだけど、いや俺天才だけどさ、いや、たーちゃんダメでしょ、俺ほどの頭脳持ってねえし、だいたいサイゼリアの店長もやってねえし、ちょっとね、たーちゃん全然ダメだと思うよみたいな、どんなに超絶な頭脳を持っててもここが低いとただの嫌なやつになって好かれません、全然。結局最後孤独な晩年迎えるでしょうね。ある程度の社会的地位まで行くかもしれないけど、頭脳だけで結局その後の人間的魅力が足りてないので仲間や味方を失ってっていうことになりうるでしょうね。じゃあ今度逆、全然能力は別に大したことない、人並み、むしろね、もう足りてないことがいっぱいある、もう欠陥人間で、トリエは元気があるだけだし、人前でちょっと元気に喋れるだけで、もうほんと見た目も普通だし、髪の毛も大してないし、もう元気だけがトリエなんだけど、俺はできる、あなたもできる、俺って最高、君って最高、オラーってやれるんだと、こうなります。本当そうでしょ、もう本当ね、僕ね、いつも言うんですけど、みんなね、ヒロさんを神格化しすぎですね。もうどれぐらい欠陥人間かをよく知った方がいいですね。この中でエクセル触れる人、割と普通には、ほらもうその時点で僕エクセル全く触れないですからね。エクセルの意味が分からないですよね。もうエクセルのもう何ができなさすぎて、ここで電卓叩いて、ああもう。でもなんならゼルイメージだけ高いから、エクセルごときより俺の計算機の方が絶対正しいに違いなくて、計算間違ってるみたいなね、ことが起こりうるわけですよ。もう本当に欠陥人間なんですよ。びっくりするぐらい、人間の能力のさ、六角形とか五角形とかあるじゃないですか。あれの僕は多分ね、何かが異常なまでに突出してて、何かは限りなくゼロですからね。本当にバランスが悪いんですよ。もう白か黒か0か100か、もう何、金髪ロン毛かハゲしかない人間なので、両極端の真ん中がないんですよね、僕って。なので皆さんね、今日またそんな話も出てくると思いますが、そんなヒロさんでもセルフイメージを高めることができたんなら俺でも大丈夫と思ってください。もう何、小学校中学校の時の僕は劣等感まみれです。ド劣等です、劣等感、劣等感。で、やんちゃ坊主ではあるんだけど、やんちゃ坊主なんだけど、いわゆる番長クラスの本当のいじめっ子みたいですよね、かなわないから、そいつにいじめられる、結局。出る杭なんだ、
悔いが出すぎて、こいつらにいじめられて、小学校ちょっとシュンとなりますわな。で、中学校でもなんかそこそこ頑張ってたんだけど、今度は教師からいじめにあって、これ本当に今だったら問題になると思いますけど、絶対ニュースになると思うけど、あの教育委員会でもちょっとね、問題になるぐらい、教師から結構いじめにあって、完全に劣等に落ちました。何なんだろう、マジ周りの大人とか、マジ信じられないと。絶対みんな嫌なやつに違いねえって感じですよね。で、高校生になって、今度は勉強とスポーツ一生懸命頑張りました。高校、僕、全寮制の高校だったんで、もう何、あの、奴隷ですよ。一個上は神より偉い。一年生の時は完全奴隷生活です。あいつだ、タバコ買ってこいって夜中に言われると、はいっつって、で、先輩から千円札預かって何をするかっていうと、40分かけて山を降りてコンビニ行かないといけない。ずーっと40分かけて降りていって、で、タバコ買って帰り上りなんで1時間かけて帰るみたいな。しかも、結局行ったら行ったで、コンビニの店員さんが明らかに高校生だってタバコ売ってくれなくて、で、何、1時間かけてまた戻って先輩にしばかれるみたいな。そう、むちゃむちゃでしょ。そんな日々だったんですよ、1年生の時。だから、絶対このね、アホどもより、このアホの2年生、3年生よりも、勉強できるようになってやると思って。要は1年生って早く寝るんだよ。もういつまでも起きてると先輩に、ああ、今からタバコ吸うからお前見張っとけとか。要は、夜中先生が巡回してくるんだよ、寮に。あの寮がね、1寮から16寮まであるんだけど、男子寮と女子寮。で、先輩がタバコとか先やってる間、寒いね、この窓から、ずっとね、先生が来ないで見張ってたりとか。トイレの窓から。そういう1年生生活なんですよ。だから1年生って早く寝るんだけど、何、このバカどもより絶対勉強できるようになってると思って、誰よりも遅くまで起きて勉強してたんですよ、1年生の時。そしたら勉強もバーンできるようになって、で、どうなったかというと、入滅に入りました。もう垂直90度人を見下す、もうこんなんですよ。はバカかもみたいな感じ。そう、どんな感じかというとね、高校生の時に小島くんっていうね、もうめっちゃいいやつがいるんですよ。もう何もうほんと心根の優しい純粋なすごいいいやつがいて、もうなんかタチャみたいな感じよ。もうほんと優しくて人が良くてすごい優しいやつがいたのに、ね、その小島ってやつが、俺はさ、そんな津田みたいに勉強できないからさって言われて、僕なんて言ったの、はバカかお前、お前が俺の何倍努力しとんだ、できるわけねえだろお前、俺の4倍勉強するんでしてから言えやって言っちゃったブルルルやだやつだねーせーのよくないねそんなタイプですよ。びっくりするでしょ、そんな本当にもうね、やっぱ0か100しかない人間なので、どういうやつに入りましたけど、自分の一番好きな女の子、丸2年間片思いして、3回告って3回振られたんだけど、そう、その子には振り向いてもらえないから、結局これがあるわけですよ。どんなに勉強頑張って優越感感じても、一番好きな子には振り向いてもらえないことに対する劣等感まみれですよ。だから結局、あんなに同じ釜の飯を食った3年間を一緒に過ごしたのに、今でも繋がってる高校時代の友達は、一人だけです。友樹ってやつ一人だけ。こいつだけは僕が唯一見下さなかった人間です。だから今でも繋がってる。で、みんな今でも繋がりあるんだけど、僕ないんですよ、本当に。やばいやつだったから。そう、本当に謝りたいよね。もう本当にもう今、もう高校生の時の同級生のこと謝れて、もう本当にやばいやつですいませんでしたって、もう頭丸めて反省してきましたって、本当に言いたいぐらい、すげえやばいやつだったね。で、大学に入っても結局なんかこういうモードはあまり変わらず、まあ高校の時より多少マシなんだけど、やっぱりこういう感じはあまり変わらずで、で今度ミュージシャンなんですよね、大学出てから。もう困ったこれですよ。みんなにキャーッと言われてる時はこれを感じる、めちゃくちゃ偉そうでしたからね。もうロック界の和田アキ子って言われてましたから、本当に後輩に対しても偉そうだったし、でもこれいっぱいあるんですよ。要は実力もねえくせに売れてる後輩のバンドとか、なんであんなやつらが売れとんだみたいなありますよね。人と比較して優越を感じたり劣等を感じたりの、これの繰り返し繰り返しずっと。で、こ
子供の頃いじめられたこともあるし、ミュージシャン時代はね、やっぱりちょっとね、なんていうの、人間的に壊れてる人多いわけですよ。やっぱずるい人もいるし、なんか本当にもうこっちスレスレみたいな人とかもいっぱいいるので、本当にね、周りの人間みんな敵だと思ってました。みんな敵だって、基本的には誰のことも信じられねえってずっと思ってました。で、27の時に、メジャーデビューしたと思ったら父が倒れて名古屋に帰り、そこからサラリーマンになり、相変わらずこういうとこ行ったり来たりしてたわけですけども、29の時に結婚しようと思ってた女性が亡くなって、完全に鬱に入った時に、自分の人生をいろいろ振り返って、このままじゃあかんと思って。で、そこから言葉を変えたり、表情を変えたりして、もう一回人生やり直そうと思って一歩一歩歩んでた頃に、ポンって妻に会いました。で、妻が言ってくれたわけですよね。あなたはあなたのままで素晴らしいって。私はひろちゃんのこと大好きだよ、尊敬してるよって、すごい素敵な人だよって、このまま終わるような人じゃないよって言ってくれたところから、心がちょっとずつなくなってきました。30歳からです、僕の人生は。ようやくその何、優越劣等のメガネを外して、こういうメガネをかけるようになって、あ、周りを見たらなんてみんないい人しかいないんだろうってなりました。俺は30年間って何やってたんだと、一体何を見てたんだ俺はと。今だから毎日が幸せで幸せでしょうがない。僕は今360度、もっと言えば球体も全部見渡してもいい人しかいません。こんな素敵な人しかいないんです。毎日素敵な人に出会って、素敵な人がもっと素晴らしい人生を生きられるような、そんなお手伝いをしようと思って、心を込めてその人の魂に火を灯せるような、そういうお手伝いができる、この毎日こういう素晴らしい人に出会う日々が本当に幸せで仕方ない。自分のことを本当に信じられるようになったし、今あなたがどんな状況にあろうとも僕は信じてるよって心から言えるようになりました。あなたがどんな状況にあったとしても、今どんなに落ち込んでいても、どんなに今はちょっと意地悪な人を演じていたとしても、その人が大丈夫だよって、これからだよって、絶対変われるよって言えるようになりました。まあ、たったのここ10年の話です。こんな話聞いてたら、あ、俺でもセルフイメージ高めれるかってちょっと思うでしょ。こんなんですよ私は。もう底辺の人間ですから、もう何、野良犬のように、獣のように生きるか、もう何、聖人君子のような道を選ぶかしかないんですよ。僕普通に生きられない人間なので、そう、本当に、ね、野良犬のように獣のように生きていた時代がありましたので、そうだから言えるんです、あなたも変われるよって、絶対ここを高めていけるよって。で、高めていけばいくほど本当に楽しい人生になるよって、だって皆さんだってどうですか、あなたは素晴らしいって心の底から言ってくれる人のことはお嫌いですか、絶対好きですよ ね。自分のことも本当に大切にしていて、そしてその自分を大切にするのと同じ熱量であなたのことも大切にしてくれる人、俺勝ち組マジで好きなんだよ。もうあーちゃんほんと好きなんだよ、もうマジ好きすぎて泣いてくるみたいなね。そんな人お嫌いですか、割と好きな人多いはずなんですよ。そうやって自分のことも相手のことも大切にしてくれる人で、そんな状態になると、もうね、何、俺ギャンブルやんないんだけど、もうあのパチンコでいうところのなんかフィーバーみたいな感じですよ。もう止まんねえ、もう人が寄ってくる、物が寄ってくる、結果としてお金が寄ってくる、成功が寄ってくるって感じ、まずここなんですよ。成功っていうとね、なんかこう哲学を追い求めればならない、なんかこう成功のスキルを身につければならないみたいなところがあるんですけど、根拠になるのはここなんですよね。自分と相手をどこまで本当に愛して好きになって信じることができるか、ここをまず持てるようになった時から人生は変わり始めます。少しタイムラグはありますか、好きになったからといっていきなり収入上がるわけじゃないんだけど、でもそうだ、この前の日曜日か、3日前、東京で、誰だ、東京でぐーちゃんっていう
あの旅行会社に勤めてる心の綺麗な32歳の青年がいるんですけど、なんか、ユニバーウォークをずっとやったりセルフイメージを高めるみたいなことをずっと頑張ってやってたら突然収入上がりましたね。給料が全然上がるタイミングじゃねえのに、なんか、なんだっけ、なんかのそういう、あの、なんていうんだっけ、そういう、あの、給料の、その、審査の仕方、あ、査定、査定、そうそう、査定の仕方が急に変わって、あの、小口さんというか、ぐーちゃん、小口さんというけど、おじさん、あの、うん、給料上げますから、みたいな話になって、給料上がっちゃいましたみたいな話になって、よし、今日東京のランチ、みんなぐーちゃんのおごりだって言って、あ、そこまでは上がってませんって言って、上がったんですって。不思議なもんだなって言ってました。うん、人によってね、そうやってぐーちゃんですぐ成果が出る人と、ちょっとね、1年、3年、なんかタイムラグが後から追いついてきて、一気に成功する人と、いろんな人がいますけど、ここを変えていくとね、本当に人生が変わり始めるんです。音を立てて。僕はまさに、妻の近くに出会って、ここを高めることができ、そと同じようなタイミングでコーチングやアドラー心理学、カウンセラーに出会って、そして、あ、こんなに自分の中に可能性ってあったんだとか、っていうことは、あなたの中にもこんなに素晴らしい可能性ってあるに違いないよね、そうだよねっていうところから人生が変わり始め、そして2年前に鴨頭義師匠に出会って、確信も得たかったし、やっぱりそうだよね、全部そこからだよね、でますますエネルギーを持ってこれを伝えられるようになった感じだから、第3項ど真ん中、まさにユニバーのど真ん中としてセルフイメージを入れてあります。これをいかに高めれるかが勝負って感じ。さっきも言いました、高くないのはダメとか低いからあんたってダメよとかそういう話ではなく、高ければ高いほど得するよって言って、得しかしない。ちょっと皆さんに質問したいんですけど、幸せな人生はお嫌いですか？好きです。結構好きなの？どちらかというと幸せな人生は好みな方だって、はい、ほらどっちかっていうと大好きだ、はい、いいね、どっちかというと大好物だ、はい、これですよ、ね、これなんです。本当にもうすごいね、朝からこの暑苦しい、もうどん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 どうですか、これもうなんか俺今日200人に講演してるぐらいでエネルギー量になるけど、1人50人ずつぐらいでエネルギーしますけど、本当にそうなんですよ。ここをね高めよう、うん、もっともっと自分のこと好きになっていいんです。で今日はじっくりとセルフイメージを技術的にもどう高めていくかってこともやります。なんですけど一番手前にあるのは許可なんです。許可、あ、自分のこと好きになってよかった相手のことこんなに信じてよかったんだ、俺こんなにたーちゃんのこと別に好きでよかったんだみたいなっていう許可なんです。日本人ってね控えめだし、なんか自分のこと大好きとか言っちゃいけないみたいな風潮あるんですよ。でなんか愛してても愛してるって言っちゃいけない、自分の一番好きな嫁にさえもそんなことは口に出すもんじゃないみたいな昭和な風潮とかあるわけですよ。うん、男は黙ってみたいなね。そうで、まあ分からんではないんだけど、今だんだんね時代の価値観が変わってきてるんで口に出した方がいいんですよ。だって露出の時代だから。 Facebook って何ですか、ね、めっちゃ露出してるじゃないですか。何ですか皆さん、プライベート垂れ流しにしてねえ、また今日はこんなとこ行ってきました、だからどうしたんだんですよ。でもそれに対してみんながいいねいいね楽しそうだねって言ってどんどん露出して、みんながうわー楽しそう、シェアありがとうって分かち合う、幸せを分かち合う時代に入ってきてるですよね。っていうことは自分の愛してる人に対して大好きだよ愛してるって言っていいに決まってるんですよ。黙ってちゃ伝わんねえよって時代に入ってきてるわけですよね。言葉の重要性とか視野の大切さっていうのが語られる時代に入ってきているので、うん、っていうことは愛する妻にはもちろん愛してるって言っていいし、自分の愛する友達に仲間に愛してるって言っていいに決まってるんですよ。にもかかわらず言っちゃダメだみたいな風潮、なんかそういうのはみっともないみたいな、ありますよね、ありますよね。だからまずは仲間同士でやろうぜって話、うん、
ね、確かに中ちゃんがそれは今日もね、帰りになんかあの東京駅、品川駅とかで道行く人すべて愛してますよ、愛してるよ、愛してるよ、愛してる、みんな愛してる、愛してるって言うとさすがにちょっと危ない人だと思われますよね。でも仲間には言っていいんですよ。うん、しかもどうですか、もう今日の野郎しかいないんですよ。野郎でみんなで愛を語り合って半端なくないか。これ一番かっこいいと思うよ。だってさ、女性がいるとね、男っていい格好するんですよ大体。ここにさ、例えば超いい女がいると、やべちょっといいとこ見せなきゃとか言って既婚者の際も思ったりするわけなんだけど、でも男同士ってありのままなので、ここでガチンコで裸で心開き合って、で本当に愛を伝えられるような関係になったり、またここの勇気を外でもちょっと出せるようになったら半端ないですよ。皆さんどんどん人生変わるよ。そういうことをやっていきたいんです。うん、一番手前にあるのは許可。自分のことも大事だって、大好きだって言っていい。あなたのことも相手のことも大好きだ大事だって言っていいんだっていう気づきなんですよね。そっか、好きって言ってよかったんだ。僕が30ぐらいの時の気づきです。だから完全に許可です。自分のこと好きとか言ってよかったんだ。なんだ、周り見たらいい人ばっかじゃねえかよ、なんで俺ずっと自分と誰か比べ続けてたんだろうって、うん、これが綺麗に解けた瞬間です。で、僕は今年下の人に対してもすごいリスペクトを持ってます。これは本当です。技術的に持って、あ、最初は技術でしたよ。あ、尊敬がいいんだ、なるほどっていうところからの実践がスタートしたわけですけど、今それをね、それこそ10年とか続けていくうちに、年下だろうが何だろうが優越劣等ではなく本当にリスペクト尊敬ができます。年上の方はもちろんです。なので僕は、年下からもすごく好かれます。ヒロさんってさ、一緒にいるだけで元気になるよね。なんでか尊敬してるからです、本当に。例えばこの中で言うと、例えば中ちゃんとか、かつて僕年下だよね、本当に尊敬します。なんなんだこの人たちって思ってます。すげえなって。例えば外食産業の店長さん、サービス業の店長さんがどれだけ大変なことか、それ結構長年やってるんですか。もう10年、ありえんよね。もうその時点でもう普通に本当に尊敬ですし、例えばもう薬剤師ってどんな頭してんねんと、しかも薬剤師になったにもかかわらず、もっともっと思いがあって、もっともっと志があって、ちょっと一回やめてみようかなっていう人生の選択肢を、なんか選択をしてみるとかもありえないよ、そんなこと。なんて青年だ、なんて若者だっつって、心の底から尊敬です、うん、で、そういうふうに優越劣等を離れ、本当にね、これまでユニバーでも学んできたように尊敬という立場に立てるようになって、マイセルフイメージもユアセルフイメージも高めていけるようになると、人生って変わっていくんですね。これが面白いところ。ぜひとも今日はまずはみんなでセルフイメージを高めるということを学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。いいね。じゃあちょっとリード文を読んでみたいと思いますね。